シュート。シュート。は、大島司による日本の漫画、週刊少年マガジン、講談社にて、1990年36号より2003年24号まで、約1 3年間にわたって連載された。1994年には、第18回講談社漫画賞少年部門を受賞。本作は4部編成になっており、それぞれのタイトルは以下のように分けている。 主人公は全体を通じて田中敏彦であるが、第四部ではもう一人の主人公として伊藤博が登場する。舞台となる学校は、第一部、第三部が掛川高校、第二部が掛川西中学校、第四部が掛川高校と旧里浜学園高校である。主に第一部の作風としては、 先輩に憧れる一人の少年の心理を中心に描いたものとなっている。このため、スポーツ界の冷酷さよりも、スポーツを媒体にしたヒューマニティを描いている。登場人物の特徴として、裏主人公が何人かおり、表主人公である田中よりも、大きい存在感を発揮することすらある。単行本でのキャッチフレーズは、彦としひことかずみが織りなす。はつらつ青春サッカー物語。 1993年11月7日から1994年12月25日にかけて富士テレビ系列で青木伝説シュートの題名でアニメ化1994年3月12日にスマップ主演で実写映画化冬にはアニメ映画化もされている週刊少年マガジン2014年28号に ブラジル W 杯編を描いた続編の読み切りが掲載された。物語の前年、一年生ばかりの掛川高校サッカー部は、藤田東高校を破り、その中心選手で事実上監督も兼ねていた、久保義春はすでに伝説的な扱いを受けていた。田中俊彦は久保に憧れて、掛川高校へと進学しサッカー部へ入部、時を、 同じくして、遠藤和美は、マネージャーとなる。田中と共に、係に支柱トリオと呼ばれていた、平松和博と、白石健次も掛川高校へ進学していたが、それぞれの事情によりサッカー部には入部しなかった。神谷厚志をはじめとする二年生は、一年生は、夏のインターハイ予選に出さないと宣告すると、不公平に感じた一年生は二年生に、紅白戦を挑んだ。 戦力差は明らかであったが、平松、白石の途中加入により2年生、チーム1点リードの接戦で終盤を迎える。終了直前に掛け西中トリオが必殺のトリプルカウンターアタックを仕掛けたが、神谷に防がれてそのまま試合を終えた。この結果により、実力を認め、1年生の試合起用を約束する。久保が病気から復帰し、掛川高校は万全な体制で、 インターハイ予選を迎えた。苦戦もありながら準決勝まで駒を進め、相手は掛川北高校。佐伯誠、広関与隆、三橋英二郎らの活躍によって、掛川高校は苦境に立たされる。久保は、自陣ゴール前で守備に徹していたが、突如白石にボールを要求し、猛然とドリブル突破を仕掛ける。久保のドリブルを誰も止めることはできず。 掛川がのすべての選手を交わして、同点ゴールを決めた後に伝説として語られる奇跡の11人抜き、ゴールとゴール。しかしその瞬間、久保がピッチに崩れ落ちた。その後、トリプルカウンターアタックにより逆転勝利を収めるが、試合終了後に久保が死んだことを告げられる。久保を書いたチームは、戦力的、精神的に不完全で、決勝戦は、 藤田東高校に大敗を喫した。夏のインターハイ終了後、転校生の馬堀敬子が、サッカー部に入部。馬堀は一時、久保に固執するチームメイトと対立するが、紅白戦によって関係性は修復され、チームとしての団結が生まれる結果となる。冬のインターハイ選手権予選を前に、久保の背番号10は田中に引き継がれた。 田中は10番の重圧に負けて調子を崩したり、久保が自分の目指すべきスタイルと勘違いしてから回るなど、するが、和美と神谷の助けにより本来目指すべきスタイルを取り戻している。決勝戦の相手は、インターハイと同じ藤田東高校。試合の藤田東優位で進むが、係か,かりに支柱トリオの活躍で挽回。平松の単独突破で、同点。 田中の幻の左で逆転し、雪辱を果たした。全国大会1回戦、埼玉県代表青城南高校戦を圧勝し、2回戦の相手は、北海道代表、鶴ヶ崎学園高校。氷室明彦の剣手に阻まれるオースコアの接戦となるが、最後は、平松のヒールパスを神谷がヘディング合わせる。この決勝点で辛くも勝利する。4回戦の相手は、 愛知県代表と川高校。トラブルにより白石を欠いて臨んだこの試合は、互いに点を取り合う展開で終盤を迎えた。終了直前に交代で出場した白石は PK を止め、最後は田中が決勝点を挙げた。準決勝の相手は、群馬県代表崎山工業高校。田中とビリーが10番をかけて、得点を競い、田中がハットトリックを達成し、試合も、 かけがわの勝利となった。決勝の相手は、東京都代表帝工学園高校。王者亭光相手に延長戦に突入する激戦となり、最後は平松と田中による回転軸を二つ持つ幻シュートで優勝を決めた。田中たちは、ユース代表合宿に招集を受け、久保によく似た、ジョージ・ミツオカ、ミツオカ・ジョージと出会う。右翼曲折ありながら、 日本代表の柱と認知されていく三岡だったが、最終的には三岡は日本ユースと戦いたいと決意し、ブラジルへの帰国を決める。その後発表されたドイツ遠征メンバーでは田中が10番を背負うのであった。ドイツ遠征ではドルトムントユースと対戦。トラブルもありな理由気で三岡も出場し、田中や神谷に助言を与える。水木光一の誘いを受けて、 掛川西中学校へ入学した田中俊彦。入学初日に出会ったのはサッカー部で同じポジションを競う平松和弘と地元では不良として有名な白石健二であった。当初は田中をライバル視していた平松は田中の言葉を受けてパートナーとして意識するようになるが、田中の小学校時代のパートナーを奥山亮の激しい嫉妬を受けることとなる。また、 白石は担任で、監督の大原由美子から、ニュー VY として、スパイクを受け取るが、望んだ全国大会圏予選、南洋抽選。三連山の前に先制を許すが、平松のヒールリフトとトリプルカウンターアタックで、逆転勝利を収める。三取中戦では、奥山と大原由美子の弟、大原博士と対戦する。均衡した試合展開ながら、田中は、 大原の剣道な守備を打ち抜けず、一点のビハインドで終盤を迎えた。トリプルカウンターアタックでチャンスを迎えるが、左足のシュートを苦手とする弱点を知る奥山に、右足でのシュートを防がれる。左足でのシュートを戸惑う田中であったが、意を決して左足でシュートを放ち、強烈なシュートが同点ゴールへと突き刺さる。後の幻の左の誕生の瞬間であったが、 未成熟な骨格が耐えられず、左足を痛めてしまう。試合はそのまま PK 戦に突入し、最後は田中のゴールで掛け西が勝利を収める。この試合により、田中の左足の潜在能力に気づいた水木と大原由美子であったが、今はまだそれを本人に告げる時期ではないと判断する。近い将来、それを開花させてくれる人が現れるのを期待して、 1> 新1年生を加え、インターハイ制覇を目指す掛川高校サッカー部。しかしピッチには、田中俊彦と神谷敦の姿はなかった。主力2人を変えたチームは、毎試合のように苦戦し、怪我によるベンチスタートであった神谷の途中出場によりづらくも、決勝トーナメントの駒を進めていく。選手としての壁を感じていた田中は、スペインを訪れていた。 水木光一を頼って訪れるも迷っていたところ、遠藤和美によく似たイザベル・ゴンザレスと、かつてスペインの司法とまで呼ばれたペドロ・ホルネルと出会う。ペドロは、イザベルの兄、マルコ・ゴンザレスとライバル関係にあり、試合中に、マルコに大怪我を負わせてしまったことからサッカーを離れていた。ペドロをサッカーに復帰させたいと願うイザベルは、田中にその思いを吐露する。独自のトレーニングにより、 田中は必殺のドリブルを完成させつつあった。ペドロのチーム復帰を望むかつてのチームメイトの要請を受け田中はサンブリーグのチームと契約するが、それに対抗するようにペドロはライバルクラブと契約し、リーグ最終戦で対決することになる。田中とペドロの点の取り合いに突入した試合は終盤に田中のファントムドリブルで勝ち越し、熱意を取り戻したペドロはチームへの復帰を決める。 スペインで成果を得た田中は、チームメイトの末日本へと帰国した。準決勝を迎えた掛川高校、相手は奥山両率いる清水中央高校。未だ、田中を欠いたチームは、怪我を押して出場した、神谷の活躍で前線するも、終盤同点に追いつかれたところで、神谷の膝が限界を迎え、神谷はこのタイミングで退くことに不安を感じたが、 タイミングよく試合に駆けつけた田中と交代する。交代で出場した田中は、ファントムドリブルで、決勝点を挙げる。決勝の相手はサンド、藤田東高校。監督には、平松和弘の父で、かつての名プレイヤー平松治が就任していた。選手としても、加納隆二の弟、高樹、平松治の治療を受けに来日していた、マルコ・ゴンザレス。 戦力は大幅に増強されていた。神谷を書く掛川高校は、高い戦力と神谷を完全コピーしたゴージュの前に翻弄される。後半から神谷が投入され試合の流れは、一変、ゴージュのスタイルを封じて、掛川優勢となるが、ゴージュが本来のサッカースタイルへと変化させきっ抗した展開となる。同点のまま試合は延長戦に突入、後半戦も終了間際に、 自陣ボール前で、神谷が単独ドリルを開始する。次々と藤田東の選手を交わす神谷の姿は、敵味方に、かつての奇跡の11人抜きを思い起こさせたが、ペナルティエリア目前にして、DFG に囲まれてしまう。神谷は田中にバックパスを送ると、田中はファントムドリブルを返し、マルコまでも抜いて決勝点を挙げて、ハットトリックを達成する。掛川高校が、 インターハイ全国大会出場を決める3ヶ月前、一人の天才レフティの運命が変わろうとしていた。彼の名前は伊藤博士、神奈川県の旧里浜学園高校に通う2年生である。伊藤はチームでも飛び抜けたサッカーセンスとテクニックを持っていたが、左足しか使わない独特のサッカースタイルから出場機会を与えられず、半ば腐っていた。 伊藤を礼遇した監督が転任すると、新たに就任した監督、大原由美子は、伊藤の力を見出し、伊藤を中心としたチームへを大改革を行う。しかし、そんな大変化に、キャプテンの牧野新平を中心とした一部の選手が、反発、大原由美子が、弟の大原博を呼び寄せたことで不満を表面化、させるが、その後の紅白戦を通じて、大原由美子の手腕を任る。 久の浜高校は伊藤を中心とした攻撃陣で決勝まで順当に進み、決勝の相手は九里浜を前年まで引いた前沢監督率いる光明昇高高校。声はアニメ版の声優、学年は田中俊彦、敏を基準とした学年差、令和、同学年。連載開始時点で創立2年目の新設校、サッカー部は久保らによって創部され2年目。 自由なサッカーを標榜して、トータルフットボールを目指し、4から3から3を基本とした攻撃的なサッカーを繰り広げ、逆境に強く、劣勢となった試合でたびたび逆転勝利を収め、総部2年にして、選手権で優勝するなどの異業から、ミラクルチームと呼ばれる。伊藤博史という天才レフティを要し、伊藤を中心に据えた4から5から1や3から5から2、 を基本とした、キングダムサッカーを展開する。監督の大原由美子によると、掛川に多いオールラウンダーの選手は、少ない、ポジション別に見ると、能力の高い選手が揃っている。静岡に君臨する、全国大会の常連校。伝統的な得意技として、フラッシュパスを持ち、個々の能力も高い。一年目の冬の選手権静岡県予選で、フラッシュパスを一度は、 掛川、平松に完璧に封じれるが、インターハイに向けて、平松治が監督となった際に、新たな仕掛けと共に復活を遂げている。静岡県西地区における有力校の一つ、立地的にも掛川高校とは、ライバル関係にある。近年は、優勝争いからは遠ざかっているが、静岡県西地区の古豪、静岡のかつての強豪で、 全国大会への出場経験もあるが、近年は低迷している。不良の集まる高校で、ラフプレーが多い。教室の入学前までは、全国大会出場できる力はなかったが、氷室の入学後は氷室を中心とした守りのチームとして完成している。氷室をリベロに据えたディフェンス陣は、大会屈指の強固さ。全体をコンパクトにまとめて、ゾーンプレスを仕掛けながら、 攻撃の指揮を、ビリー、守備の指揮を、東が同時に行うことで攻守の切り替えを素早く行う、相当の竜と呼ばれる戦術を有する。ディフェンダーとフォワードの層は厚いものの、中盤の実力者が、姫野しかいないため攻撃のパターンが少ない。初戦の対掛川戦の前は、テレビなどで掛川をバカにする発言を繰り弁っていたが、 いざ試合が始まってみれば、試合早々からオフサイドトラップを仕掛けられて、攻撃の目をつまれる、中盤を支配された挙句に失点を重ねるなど、散々な結果に終わってしまった。高校サッカー開催協と謳われる。相手と同じ戦術を使用し、個々の能力で圧倒する、伝統的な戦術は、悪魔の鏡、デモンズミラーと呼ばれ、恐れられている。 全国から家庭の事情でサッカーを続けられなくなった選手を奨学金で集めている。前沢が監督に就任してからは、ユーティリティ性のある選手やコンバートした選手でメンバーを揃え、頻繁にポジションチェンジを行う特殊な戦術を用いている。卒業生から毎年東京大学への合格者が出ている県内有数の進学校である。チーム全員が 司令塔に必要とされる空間把握能力を持っており、それぞれが最善と考えるプレイを行う11人の司令という得意な戦術を用いる。1993年11月7日から1994年12月25日にかけて富士テレビ系列で青木伝説シュートとしてアニメ化。 当初は1993年10月17日放送開始予定だったが、放送期間の調整のため、全番組の有限実行3姉妹、シュシュトリアンを3話延長し、11月7日からの放送開始となった。シュシュトリアンまで、東映不思議コメディシリーズを放送していた、フジテレビの日曜午前9枠は、本作より、東映動画、現、東映アニメーションが制作する。 アニメ枠となる。ストーリーは概ね原作、シュートに準拠しているが、都市、和弘、ケンジ、和美の4人が小学校の幼馴染となり、和美を取り巻く都市彦と和弘の駆け引きやケンジと、夏子の恋模様はドラマティックに枯れている。第22話では、和美と都市の飲酒や、都市彦が和美の胸を見て興奮して、トイレに駆け込み、夏子が、 朝から元気だから気をつけてね、とカズミに勇気はどいシーン。KC9 巻収録など未成年そぐわないシーンは、そのまま映像化された。先山との試合が終わった後、2年生になった、市たちを描いて、物語は幕を閉じた。終盤にはカズミがアイドルとして、楽曲をリリースするという設定が加わり、実際にエンディングテーマとなったほか、1994年12月16日に、 メルダックからカズミというタイトルで日高のり子が歌ミニアルバムが発売された。2005年にハッピネット発売元 a ック x モードから DVD ボックスとレンタル DVD が発売された。1994年冬、東映アニメフェアで映画化された。1994年12月4日、全国東映系公開。上映時間30分。同時上映は、 劇場版美少女戦士、セーラームーンエスト、オサーガ。スーパーベビー。1994年3月12日、小畜系にて公開された。男性アイドルグループスマップがメインで、監督は大森和樹である。撮影に使用されたのは、原作の掛川市の高校ではなく、当時新設校であった神奈川県の公文国際学園。 舞台挨拶も東京特部の小畜系映画館で実施された。なお、当時の掛川市には映画館がなかった。原作との相違点としては、前日のロケーションのほか、原作には登場しない、遠藤和美の父親が議員という設定になっている。2006年は秋頃、ホットペッパーの TVCF に、この作品の映像が使われた。2010年1月4日には、 スマップ伝説の映画、シュート。スマスマ史上最大の生放送直前一曲公開 SP として、15時17時54分、JST にフジテレビと一部系列局で、HD リマスター版が放送された。ただし、映画自体の放送は15時10分17時18分までで、その前後には同日放送された。スマップスマップ10史上最大4時間半制、放送。 新春ドリームスペシャルの事前番組を放送。なお、本作には1996年にスマップから脱退し、グループ活動末期まで長年テレビでメンバー当時の姿が映されることすらなかった森克幸が出演しているが、上記の再放送では出演シーンはカットされず DVD も発売されている。いずれもアニメを題材とし、青木伝説シュート。 のタイトルで発売された。内容は原作の冬の県大会編に相当するが、馬掘りの代わりに、久保を使用することもできる。セーブ機能は一切なく、パスワードでコンティニューする形式になっており、試合ごとに異なっている。試合前に特訓と称したミニゲームがあり、クリアすると必殺技の使用回数が1回増える。タイトルを冠した上記の作品以外に、 プレイステーション版、コンビネーションプロサッカー J リーグの監督になって、世界を目指せ。2、作中のユース代表ドイツ遠征メンバーのうち、背番号のわかっている14名と、久保、馬堀の16名が実名で登場している。本作とコラボレーションした、シナリオ、シュート、掛川高校が2017年7月5日から、配信されている。シナリオでは、 期間限定ルートや期間外でもデッキによっては原作とは違い、久保が生存している状態で全国制覇を目指すことが可能である。2019年2月に無料通話アプリ、ビートにて配信されている。吹き出しのテキストと音声は他国語に対応している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。